アルブレヒト・ベンヤミン・リッチュルは、ドイツのルター派の神学者である。歴史文献批評を取り入れて、聖書を歴史的文書として研究し、共同体としての教会を視点に据えた神学を展開し、フリードリッシュ・ライア・マハーと共に自由主義神学の先駆者になった。教会師屋のフェルディナント・クリスティアン・バウアから主演的な歴史学を学び、バウア学派に属する学者として活動した。 1857年に古いカトリック教会の起源の第二版を出版時にバウア学派から離脱する。リッチュルは原始キリスト教の共同体と歴史的イエスを理解するために歴史批評学の提供する手段を完全に用いるように主張した。1846年にボン大学で教え始め、1864年に ゲッティンゲン大学の教授になり、1889年に死去するまで25年間その地位にあった。1870年から1874年にかけて、義人と赤糸に関するキリスト教の教理を出版し、リッチュル神学を表す主張になった。リッチュルの個人的弟子は少数であったが、リッチュルの著書によって影響を受けた人々がリッチュル学派を形成する。 リッチュル学派の後継者として、アドルフ・ハルナック、ビルヘルム・ヘルマン、ユリウス・カフタンがいる。哲学者、イマヌエル・カントに影響を受けて、実践的確実性の基礎としての道徳感動を肯定して、絶対的なものの知的認識を否定して、宗教的な感情に重きを置く信仰理解を持つ。キリスト教信仰を明らかにする助けとして、刑事上学を無用と見ましたが、哲学者、 ルドルフ・ヘルマン・ロッツェの認識論を利用した。ロッツェが主張する価値判断による知識の代わりにキリストを知ることを強調した。正当主義神学に見られる伝統主義とバウアーの学派の根幹であったゲオルク・ビル・ヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルの死弁哲学を廃してマルティン・ルター神学の信仰と聖書とキリストの啓示性の回復を図った。シュライア・マハーの神信仰の基礎として 宗教的意識を主張したことに強く影響されている。しかし、シュライアマハーの個人主義的な宗教意識よりは、キリスト者の共同体としての教会の意識を強調した。リッチュルによれば、イエス・キリストは偉大な倫理の教師に過ぎず、義人も和解も人間の側の主観、価値判断の問題とされた。ゆえに、人間の罪や十字架や神の裁きについて聞くことは意味がなく、 愛に満ちた神と倫理の教師とあるキリストが強調された。教会は食材との関係において語られるのではなく、善良な国民が善行に励む共同体であるとされた。リッチュルの進学は19世紀のヨーロッパのブルジョア階級に当時の社会体制を維持するための宗教的理論を与えた。ありがとうございます。